そんな推しの記憶に残りたいとかね、それはそう。そうだよ、だってそうだよ、結論自己満点。朝起きれないからための日中、いや朝ね早いもんね、地味早。美術院かける、そうだよっていうね、ちょっとしんどい、しんどみオタクの出てきた自己満ね。そうだよ、いやまあそう、間違いない、推しに会えるだけで幸せだと思う、それは本当に。うん、鍵開けも鍵閉めも自己満、うん本当にそう。リサオタクの素質ある、あ、リサオタクの素質ある。いやでも私がオタクだったら、だからもうやばい、あの本当にやばいから、行き過ぎちゃうからね、考えが、なんか勝手ななんか考えまで持ってそう、なんか誰もそんなこと思わないよって思うことを思いそうで、やばいかも。そうだよ、泣くやばいよね普通に。いや病むと思う、多分病んだりすぐしそう。うん、溶けなすぎて好き、サークルめっちゃ送る。そうだよ、やばい、やばい。だから私が普通にオタクだったら、結構なんかメンバーからはなんかそういう認知されてそうだよねやばそう。そうだよねえ、気になる、マジでリサの話してたのめっちゃ気になるんだけど、何なんだろう。推しだけフォローしてる赤を作って、あー推しだけ、あーね、ま、あでもそれはどうだろう、意外としてないかも。オタ活してみた、じゃあリサのオタ活をしてみたみたいな感じか。私あのあんこちゃんの付き添いも好きだよ。でも付き添いはマジで付き添いだからね自分はあの見てるだけでもいいんだよね。でさ、見てるだけでもいいって思うもん。そのあんこちゃんがそのトワイスさんのことを可愛いとか好きとかこう言って、そのキュンキュンしてたりとかするのを見てるのも幸せですね。私が多分そこでそのトワイスさんのファンとかだったら、めっちゃ好きとかだったら、あのまたそれはそれでちょっと私の問題になってくるけど、でもそう、楽しそうにしてる子を見るとね、楽しい。なんか謎なこうね感じになるよね。なんか可愛いって思ってみるかな。そう、あのね、そうなの、なんかその日にね、そうあんこちゃんがあの行きたいって言ってて、でその時まだリサがお仕事入ってなくって、でリサがね行くよって言ってたんだよ。したらさ、あの行けなくなっちゃってさ、リサが、そう、それでイオリが行ってくれて、そうよかったってなった。リサも、私は本当はねあんこちゃんの行くつもりだった、めっちゃルンルンだったんだけど、そう、ショコちゃんルームでリサちゃんのご飯の誘いを断ったらどんな話するか、悲しむよ悲しむかもしれない。ね、友達のね好きなアーティストさんね、本当にそう、本当にそうだよ。行けなかったんだね。そうなの、行くつもりだった。
ミセスさん行きたい、なんか泣きそうだな行ったら、なんか感動しちゃって。ミセスさんって喜怒哀楽どういうこと、私喜怒哀楽私喜怒哀楽か。あ、誘い断られたら拗ねるよりさ、拗ねるっていうかなんか多分なんか泣く一人でかけるめっちゃ褒めてくれるじゃん、ありがとう、優しいね。すぐ泣く。でもその泣くのも別に本人の前ではなく、一人で泣くしくしくとって感じ。そう、家でなんか、いやなんかしたかな。まあそれもあるかも。でもそれは、あ、そっか、そっかそっか、私が断られるパターンか、うん、それはまあしても悲しいかもね。カーズ今日も話しかありがとう、ありがとう。あとなんか結構その切ないなとか、切ないなっていうかなんか断られてなんか、ま、なんだろう、なんかそのメンバーそれぞれこう関係性が違ったりするじゃないですか。なんかこういうことをするのはこの子とがいいとか、なんかそういう感じがあるんだけど、そのあれにもよるかもな、そのメンバーにもよるかも。うん、アンナとかき氷行けた、アンナとかき氷行けました。イエイ。そうそうそう、っていうのはあるかもしれない。だからみんながみんな同じ私が反応かって言ったらまあ違うかもしれないけど、うん、こんばんは、どうも。そうなんです。だからマジでそのそれによるかなって感じだよ。うん、しかもなんか地味にさ自分がなんか引きずるタイプだから、それもそれであれだよ。この人なんか断れないんだろうって時に断れ、あ、それしんどい、それはしんどい、したらもう無理。アイドルに生まれて初めて、え、本当に？ありがとう、嬉しい、そんな言ってくれて。断られると思う、あ、確かに。私はそうだね、否定はあんまないかな。うん、MBTI なんかやったけど忘れたんだよ、なんだっけ、 ENF なんとかだった、 T が P か忘れちゃったそうだった気がします。大ごと違うかも。ペンギンありがとう、新一さんだ、ありがとう。引きずる、え、結構引きずるよ、私結構やばいから、マジで 1,2 週間ぐらいは引きずるかな長いね、長いかな。隠れ陽気みたい、あれ、そうだっけ、そうだっけ、そうだったかな。当日寝てもダメよ、寝てもダメよ、当日ドタキャンされたらもうマジでね、本当にやばいよ、もう気狂ったかのようにね泣くから、普通にやばいよね。運動家、待って、運動家じゃないや、 ENFT かも、じゃあフ気狂った
当日ドタキャンされたこと、え、それどうするの、当日ドタキャンはみんなどういう反応、声出し、あ、声はなんかね、泣くとき声はね出さない、なんかとりあえず泣くよね、やっぱさ泣くよね、わかる。でもすごい強い、一人でも支配、私はもう無理、耐えれない。そう、なんかどこにいたかにもいるかも、そのさドタキャンされた ところ、例えば当日の、当日の朝とかでまだ自分が出てない、家をまだ出てなかったら家でそうなんか泣いたりはするけど、行って、いや行ってだったらちょっとほんと無理かも、帰るよ一人でも行くっていうパターンもあるじゃん、絶対多分無理かも。待ってね、なんだっけ、私スクショしてなかったかな、そんなに何タイプか、何体調不良、あ、それはしょうがないかな、それは何とも言えないよね、だってさそれなのに来てとか言ったらそれはそれでなんかさごめんってのがなるやん、遅刻？何時間待てるか。遅刻か。何時間？4時間しべ、もう無理無理無理、帰るよそれは。え、無理かも、4時間ってすごくない、無理だよ、そんな待てんの、天才ちゃんじゃん、でも私そう何時間も待てないよ、頑張って30分かも、あ、相手に電話する、タイ電話するよ、絶対に電話、何があっても電話絶対に電話をしてするんだから、私が待たせることはねないかも、連絡つかないで逆に心配なる、なるけど、けどじゃない、なるけど、でもね、なんかなかなかさ、そんな、いやだいぶだよね、自分は遅刻はだけじゃん、マジ？え、無理無理、そんなねずっとね待ってられないんだよ、もう耐えれなくなっちゃって、耐えれなくなっちゃうね、ちょっと、ま、待って忘れちゃった、待って INF、 待って INFP、 待って、それかも T だった気がする、今めっちゃ探してもちょっと見つかんなかった、でもなんかうんって感じだった気がする、遊ぶ時間、遊ぶ時絶対違う、いやそれはそうよ、それはそう、それは間違いなくそうなるよ、
INF、 ちょっと待って違うかも、ごめん本当に違うかもしれないね。ちょっと忘れたなマジで。なんかでもえって感じだったんだよね。最後が T なのは間違いないんだよ。 T、 しかもなんかあーって感じだった。何回も言うこれ、あーって感じだった気がする。 E じゃないんだよ、絶対 T なんだよ。最後は T。 めっちゃ時間かかるんだよこれ。前さいおりと怖い、怖いテレビ電話で見ながらさ、やってみなーみたいなってやったんだよね。その時に一回やって、でなんか私もやってみるとっていおりもやってて、でなんか絶対すらと思ってなんかもう一回やったんだよ。そしたら一緒だったっていうね。何回やっても一緒だったの。2回3回ぐらいやって一緒だった。いおりはなんかその私と電話する前にもやってたっぽくって、やったけど一緒だったのって、何だったか忘れた。そう、前怖いやつもいおりとテレビじゃない電話で見て、ちょっとテレビつけながら見てた。合ってるっぽいですか私。なんかよく分かんなかった T で終わるやつ。何回も T で終わるやつ、なんかね運動家とかじゃなかった気がする。なんかえっていうやつだった。なんか結構前6月に、てか6月、でもそうかも、6月の終わりらへんによりと電話してたわ、怖いやつ見てて。そう、ずっとね電話して見てたなっていう思い出。でも楽しかった、電話長時間あんまり電話そんなしないからね、楽しかったね。やばい、待ってマジでね本当思い出したいんだよね。そう、途中でいおり寝落ちた、そう寝落ちた。木原と一緒、違うかも、違った気がする。結構長電話してるけどメンバーとはあんま長電話はしないか。忘れちゃったー。でもなんか誰もいなかった気がするな私のやつ、あんまり。だからなんだろう、意外なやつだったのかもしれない。何回やっても、マジ？INFJ、 待って、それではないかも。なんか J とか、なんか J とかなんか出てこなかった気がするな。何の記憶って感じだよね。マジウケる。リサの名前 ENFP、 いや P じゃない。ENFT かも。じゃあとか言って違ったな。 ENFT とかある？ENFT？ めっちゃパターンありそう。くわなえちゃんだ、ありがとう。ENFPT
あー、それかも。ワン。でもなんか合ってたかわかんないんだよね。なんかそれかだったか。なんだっけ、なんかね。記憶喪失約2ヶ月前ぐらい。でもさ、それは何、それをなんか知ったら、あ、こうなんだっていう感じってこと？合ってるとか。自分友達に平凡だねって言われたの。あーね、合ってんのかな、本当に合ってんか、合ってるのか、合ってんのか。うわー、マジでなんだろう。でもなんか会ってなかったとかもあったんだよな。なんか一人行動がなんか好きみたいな。確か。でも私一人行動は好きってか、なんか一人まるまるは苦手なんだよね。なんかそうそうだった気がして、でもそれは違うんだよ。みなちゃん、お話しかありがとう、ありがとう。友達と相性調べたけど本当に、マジで。なんかさ、でもさ、あのさ、診断むずくない、あれ。質問むずかった気がするんだよね。めっちゃ質問むずくないですか。めっちゃ悩んじゃうんだよね。でもあれ悩んじゃいけないよね。直感なんでしょ、あれは。ポンポンポンっていかなきゃいけない。こうこれからとか言ったらね、いけないんでしょ、あれ。わかる。まだってなるよね。終わりかと思ったら、まだみたいな。本か全部見ました。優柔不断だからめっちゃね、時間かかったよ。なんか答えるのに。まだかーってなる。ね、直感で。わかる。めっちゃ考えるよね。絶対考えちゃいけないだろって思うのに考えちゃう。よかった、めっちゃ可愛かった、ありがとう。わかんない、私がいろんなね、見づらいタイプだったらどうする。なんかみたいな、これ絶対リサ、私みたいな状況によるじゃん。わかる。そうだから、なんかその時にやって出たものと、例えば1ヶ月後とかにやったやつと違うんじゃないかって思うじゃん、その時に思ってたことだから。だけど一緒だったりするのよね。したら本当に合ってるんだみたいになるよね。りーちゃん、やっほーやっほーね。だから同じってことだよね。そう思ったらすごいかも。でもさ、どうなんだろうね。同じね。ね、変わるって。でもなんかめっちゃ流行った、流行った、もう終わった、なんか流行ったよね。なんか当たりすぎてへこんだ、死んだったの。まあもう思い出せなかったらね、いいよね。一回変わったけど戻った。マジ？その時の気分に、あ、そうなの？でもそう思ったら分かんないね。何が新しいとか。分からない。分かる。
答えててさ日本語わかんなくなるよね。んこれはこう思うからこっちかとか、あ思わないならあこっちかみたいな。難しい。眠い時やったらもうこうなんじゃない、途中からもこうやっても2日後には覚えてないのはいはい。えめっちゃあるんだよね多分あれ、な何個も。一人が好きって書いてある。一人はもう私も逆苦手。なんだっけ MBTI 診断ってやつかな。MBTI だ。そうなの？マジ？そうだ、そうだ。え、私さ、マジスクショしてなかったかな？なんかスクショした記憶だったんだけど。マジで。スクショした記憶だったんだけど。スクショしたよ、絶対。本当にどこ？ね、してそうだよね。なんかさ聞かれるかなって思ってさ、またみんなこれ結構気になってるって言ってくれてたりしてたから、だからさ絶対にさって思ってるたんだけどさ。でも相手の MBTI 吸って相性悪い。え、相性とかも分かったっけ？マジ？いやーマジでどこだ？6月ぐらい。問題は また同じ結果。すごい。マジで？え絶対違ったらどうする？えこれみたいな、リサこれだ、これなのみたいな、ちょ意外なんだけどみたいな、あったら怖い。スクショしてないかな。探せ。ないのか？ありそうだけど。でもなんか珍いやつだったんだよね。とりあえずなんかえこれ聞いたことなくないみたいな。E からでも始まったんだよな。EN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  この配信見ながらやったら、えなんか待って珍くない？ IS え ISFP えなんか珍いよね。キャラクター？
何キャラクターって紫色だった気がするけど、え、紫ってでも全部紫、待って、冒険家、冒険家じゃないリサ死ぬENFPT、 ENFPT、 分からなくなったよ、もう何が何だか。え、紫だった、え、てか紫って何が、私紫だったんだよ、冒険家じゃないのは覚えてる、冒険家とかじゃない、なんだ、緑と紫とオレンジと紫、待って、建築家、論理学家、式かも、あ、でも私が絶対違うって思っ、建築家は違う、式違う、討論者か論理系だった気がするんだよな、なんだって感じだよね、ウケる、 ENFP？ ENFP、 え、私やったっけ、私いおりと電話した時が初めてやった気がするんだけど、あれ昔やってたのかな、記憶ない、え、嘘、やってた、論理学者か討論者、わわ、あ、あ、どっちかかも、え、紫紫多めてか紫だよ、紫、みんなめっちゃ気にするね、え、ね、え、こなんかあるの、なんか、どっちも死ぬー、どっちも紫だな、紫でしたよ、え、待って、そんなにみんな気になるの、私のそのなんか INFP みたいな ENP みたいななんかやつ、紫覚えてるんだよね、紫覚えてて、なんかそういう冒険でもないしみたいな、でもリサリサ、そうだね、私は私もう一回言うの分かる、だから紫で冒険とかでもないし建築でもないし、ででもなんか聞いてて、なんか聞いててっていうか、なんか一回そのなんか見るじゃん、その診断これですよみたいになって見るじゃん、なんかこういろいろで、なんか、え、これは違うくないみたいなのがあったんよ、なんか、え、みたいな、これは違うよなみたいなのがあった記憶、キャラクターは、え、なになに、キャラクター、キャラクターは男の人じゃない、え、女の人っていいの、キャラクター、占いと一緒か、え、それはさ、え、結局その何、その
なんとかですってなったら何はいって感じなの。討論者、討論者私、討論者だっけ、ちょっと忘れちゃった。紫で多分男ってか女の人なんて見たことないけど、もう女なんてウケる、もう何でもいいの。ポニーテールの女、待って待って、そんなんじゃない。え、何ポニーテールの女の人って何、怖い。え、私男の人だったと思うけどな、どっちでもいい本当にウケるウケる。男の紫の男は建築家が討論者、じゃあ討論者だと思う、建築じゃないか。でもそれがちょっと見てみて、討論者の内容多分私と違うんだよね、内容が。でなんか多分違うやんみたいななった気がするんだよな、確か確かね。アロハ、リュックアロハ、確かね。いやでも会ってたのもあったのかな、でもなんかあんまり、え、そうだっけみたいな。占いはいいことだけを信じる、嫌なことは忘れる。こんなに刺さらそうだね、刺さらなかったか。なんか冒険家、たっちゃんが冒険家だったの。冒険家はね、私絶対違う。冒険家だったらなんか覚えてる、なんか冒険家だって。なんでこの話になったかね、忘れちゃったね。なんだっけ、うん、でもなんかそうかも、その討論者だったかもしれないけど、どうか。はなちゃん、あ、私さ、あれ待って、私はなちゃんともやった記憶あるんだけど、死んだみたいなやつ、あれあれは別のやつだったのかな、ちょっと待って、ちょっと忘れちゃったな。あ、あら、それが、あら、やってたわ、でも覚えてないや、何にも。え、それも MBTI みたいなやつだっけ、超忘れた。なんかお話か、え、そう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 、したやったよね。私隠れ陽キャだったから、え、ゆ、なになに、ゆるっと MBTI ってやつ、え、それそれがいいかも。なにゆるっと MBTI なにゆるっとできんの、結果もゆるそう、やばい待って、それはやばいかも。合ってたってよ。え、それはさ、何、めっちゃ簡単なの、本当に簡単、ゆるっと終わんの、死ぬ、本当に面白い。鼻がかゆい、やってみよう、だって気になる。これで ENFP だったらみんなで、確か確かにすぎ、
確かにすぎて、なんかって、ちょっとみんな、待って、はありがとう、送ってくれたの？こっから行けばいいのかな？見れた。時代に乗り遅れる前に診断、直感で答えること、5分もかからないよ。だってさ、イラストめっちゃで、イラストやばい。ちょっと本当にウケる。面白いね。もう本当ウケる。じゃあちょっと開いてみようか。診断。なんかなんだこれ。おまにんついて遊び。帰ってきたあなた。今の状態は。おまにんついて。いやほら考えちゃうんだよね、こうやって一個ずつ。一個終わった？え？って早いんだけど、考えちゃうんだよ。考えちゃダメなんだよね。私と先生と卒業されたら、ほら考えちゃう。また考えてる。確かに夢は分かってるかもって感じたとき、めっちゃ考えるじゃん。どうしよう。なんか5分かかるね。全然かかる、多分余裕で。だってさ、そのまず状況を思い出すじゃんか、この質問に対しての状況。なんで？すごい。ね、みんな早いよ終わるの。どうして、どうしてそんなに簡単に答えられるの？考えないの？あんまり。もうちゃっちゃかちゃっちゃかいくの？私マジで考える人すぎてやばい。まだ4問目。今5問目。大体答え決まってんの。これさ、みんな質問は一緒だよね。頑張って、はい。変わってる。途中写真が出てきて、ねえ、めっちゃ考えるじゃん。まだ今半分。寝る前の頭の中は悲しみを飛ばしつけます。なんか質問がでもさ、緩いね。あのなんか2択むずいね。
アウトなのにね、ね、大丈夫さ。何何、待って待って、写真出てきた、写真、待って待って待って、え、この人は何、めっちゃウケるんじゃんえ、しかもなんか、え、一個だけ、クマさん、何このクマさん、突然かわいそうでした、待って、かわいそうでした、待って、ウケる、本当に、もう、え、てか絶対5分以上経った、絶対5分以上経った、終わった、え、違うわこの間は多分いいから始まって、多分その討論家みたいな、討論家みたいなやつだったんだけど、違うよ今回、私ん、好奇心旺盛で論理的な分析家、INTP？ え、なんかさ、待って、知らないね、これ、なんだ INTP って、あれ、私いい、その討論家だったよ多分、私前2ヶ月前、これ合ってんか、ちょっとわからないな、好奇心を旺盛そう、 INTP っぽくない、私ってこんな人、ハッシュタグ集中力、質問大好き、論理的、後回しの天才、他人に興味がない、インドア、自己主張強め、正直、感性、感受性豊か、だって性格、論理的な創造性に、え、どういうこと？相手の感情よりも自分の論理が大切です、縛られるより即効的な場面に強いタイプ、好き嫌いが激しく自己主観型で他人にあまり興味がありませんさ、物事に対して感情的に共感するよりかは、よりは論理的に解決策を提示しますが、そんな INTP は極度の面倒くさがり屋だって、マジ合ってるんじゃねって、嘘、そう合ってるんですか、あと何見たらいいんだ、結構そういうとこあるよ、待って、しんどい、嘘でしょ、そんな本当に興味あるって、他人にも、でも好き嫌いは確かに激しいかも、後回しは掃除は後回しにする
人の時間が十分に必要なタイプです。目的がないと連絡や電話もあまり好まないので。それはちょっと違うかも。私は逆だよ。目的がなくても連絡や電話するもん。だって、でも性格は合ってんのかな、ちょっとは。どう、でも正直とかは合ってるかも。確かに集中力はちょっと分かんないけど、質問大好きはまあ大好き。性格は合ってるけど恋愛は真逆。真逆かもね。起点が効くかちょっと分かんないしね。 MBTIC は初どれも合わない人。どういうこと？どれも合わない？こんばんは。こんばんは。でもね、これもあれだけど、もともとその多分討論家だったと思うんだけど、討論家でも合ってなかった気がするの、アリサ。討論家ってちょっと待って、どんなやつやったかいな。討論家。EN ENTP 討論者。冒険家。冒険家。TP はさ、分かんないね。ちょっと分からない。 MBTI討論者 ENTP 全部合わないのか、ちょっと合うかもみたいなだったりするかな。なんかすごいね、熱しやすく冷めやすい飽き性。でもなんかさ、まとめられてるさやつはなんかさ、ちょっと合ってるかもしれない。急に好きになるし急に冷めますって、それはちょっと分かんないけど、これはちょっと逆かも。約束事とか決まり事は破りたくなる精神の持ち主です。あとは、でもこれは恋愛の取説だった。でも束縛されればされるほど逃げたくなるし浮気に走りたくなりますって。さ、これは逆かもね。でもさ、これさ、これのなんか変人って言われるの嫌いじゃないみたいな言ってて、このなんか女の人ね、ウケるくない？
面白い。クマはなんだっけな、いや、なんでこんなとこにだったかな面白すぎて無理。そうだよ、なんか面白いね。でもなんか、ま、確かにその全部が当たってないわけではないかも、この討論者も。うん、って感じかな。長所、あ、でも待って、長所はちょっとなんかあれかも、若干合ってるかも。短所はなんだ。あ、でも待って、なんかちょっと合ってるかもしれないくなってきた、急に。簡単のはね、むずいよね。なんかさ、短所のさやつにさ、相手に求めすぎる、飽きっぽい、気分屋、単調な作業は苦手、プライドが高くはないかも。でも私、相手に求めすぎるはあるかも。飽きっぽいもちょっとあるかもしれない。気分屋でもあるかも否定されるのが苦手、え、そう、間違いない、マジで。短所ね、これ短所。ちょっと合ってたかもねしんどいオタク、やばい。自己を正当化する、自信過剰待って、いいとこを言おうか。長所は好奇心旺盛、革新的、社交的、カリスマ性がある、自信家、探求心が強い、型にとらわれない、切り替えが早い、人と喋ることが好き。まあちょっと、まあ、まあ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 合ってるかもね。だって切り替え早いはちょっと分かんないけど、まあ喋ることとかも好きだし、型にとらわれないままある、探求心が強いかちょっと分からないけど、うん、意外となんか間違ってはない。私切り替え早いのかな、切り替え変人って言われるね、これは。え、面白いかも。まあなんだかんだ全部が外れてはないかもなってなってきた。でもそれはもう一個のやつでもそう。うん、好き嫌い激しい、しんどい、自意識過剰、やばい、面白くない、なんか面白いんだけど、自分に甘いとか、めんどくさいことは一切やらないとかね、ちょっとまあまあ合ってるかもしれないかめっちゃウケるじゃん。面白いね。まあまあも
1ヶ月後に忘れてそう。でもみんなに言ってたらみんな覚えてるよ。みんな覚えてそう。めっちゃ面白い。でも本当にマジで面白い。本当にさ、めっちゃ面白いね。人間いろいろだね本当に。型を決めるの自分を知らす機会な。確かに。短所ね。いや短所が意外と合ってるっていうのもやばい。でも短所なのかなっては思うけどね。それが短所じゃないんじゃないかとかも思ったりもするけどね。うん、また来週やったら変わんのかな。でもこれさ、ずっとこうやって見てたら面白いね。すごいもんだっていっぱいあるし。うん、面白い。言い方の違いで短所にもなる。確かに確かにね。痛いとこ疲れてへこむのやめたい。へこむのね。でもねこういうのでまっと言われるとするじゃん。なんかいろいろこうやってとしても、まあまあ大丈夫、向いてないし、くぐってて待って、それはやばい。まあでもほらそんな言われてもさ、向いてなくないよって、ね、ポジティブ素敵。いやでもさ、なんかこう、まあまあまあいいことだけをね信じる。そうしよう。恋愛一目惚れが多いの？やばいね、一目惚れまみれ。そうで、都合の悪いことは信じない。そうだよ。だからもうなんか全ていいことしか、いいことしか信じない。そうだよ、いいことだけは信じ、いいことだけを信じるし、なんかもういいことしか自分の中に入れないという、からその、ちょっとこれはなくないとかなんかあったとするじゃん。知らない顔をする。面白い。そう、自分を信じて、自分を信じる。そうだよ。そうだよ。そう、記憶を消すの。うん、記憶を消すんだよ。だからだってまあ別に私はまあ初心なんでね、自分ちょっとなんか次から自分を信じ、知らない顔するの、自分を信じる。
そう考え好き本当に？いやそうね。寝たらあとまああれだよ、時が解決するありがちなこと。ゴン久しぶりありがとうビギナーさん、ありがとう。時って大事だよね、わかるわかる。でも時ってなんかその過ぎるの長いとか思うじゃん。でもなんか子さんその間にさいろいろやるわけじゃん、やっぱりそのなんかそれこそさ何もやんないかったらずっと思ってるかもしれないけどさ、その間にさいろんなことやってるとさマジで忘れたりさ時過ぎるなって思うよ。うん、まあその時はそうなったとしてもね。ね、あるよね、夜は考えすぎないことも大事、わかる。立ち止まるのそうなんだよ。でもさなんかあったよりさもなんか時が解決するってよく言うけど、なんかでもさ時なんてさなんか解決するすると思うけど、でもさ過ぎなくないみたいな、なんかそんなすぐにみたいな思ってたり、まあそれはそうじゃん、まあ普通に過ぎないけど、でもまあ他にね別のいろいろやってその間にやってたら過ぎるなってのはまあ間違いはなくはないかって感じだよ。そうだよ、そうなんないとそうだよね。ビリセル大事、ポジティブ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 、時間があればそうだよ。嘘、私きっかけ嬉しい。いやー時間かって忘れられる、そうそう。こんばんはこんばんは、なんとかなるのできてる？めっちゃポジティブ唱えるやんね。そうだよ、人生は人生ね、いろいろある、生きてたらそれはそうね。私のストレス発散法、私のストレス発散方法はでもなんか普通にまあ結構ありきたりではあるんだけど、なんか好きなものをいっぱい食べる、いっぱい食べるとか、あとはまあそのなんだろう、結構そのなんだろうな、あとまあ最近あれなのはイコラブの活動とか、なんかその知らない子、なんか知らない子っていうか関係があんまない子にっていうかその関係ない子にあと一緒にご飯行ったりとかしたら、なんかその立場も違うしお互い悩んでることとかも違うからいいなって思う、すっごく。だから別にあの共感っていうのはないけど、でもなんかなんかその例えば落ち込んでることがあってなんかそれのことを忘れられるとかね、なんか他のこと話してるととかっていうのはあるかな、うんかも、うん。そうだからなんかそのまあ友達は友達でもなんかその本当にマジでその知らない人ね、知らない人っていうかそのあんまりねあの同じ立場じゃない人、ちょっと違う分野の人、落ち込んだ時リサの配信見て元気、本当に元気になってくれてるの
うん、ああその時は忘れないけど人になった時もまあ間違いない、まあそれはまあそれもあるそれはある、それはあります。うん、生きてるだけだね、すごい隙間あってる、ありがとう。そうだよー、サワチョコちゃん、リサシカカタ、ありがとうね、また来てくれたの。毎日始め、うん、毎日配信始めてはないんだけど、結構なんか毎日見てなってるね今。うん、毎日みたいになってるよ。何？自分の部屋で柔らかいボールを壁にぶつけると解消、あ、解消しそうだね。え、ねえ、早く寝な、マジありがとうね、見てくれてこんな時間まで。明日から仕事ね、ありがとうゆりるちゃん、楽しかったよ、ありがとう、みんなありがとう、こんな遅い時間まで見てくれて、マジマジとかいっぱい言っちゃうけど疲れた、ほんと？ほなみちゃん、おかげで生きてる？重機、明日から仕事、みんな元気、みんないろいろあるね、お仕事だったり。あ、そう、目大丈夫、なんかいい感じになった、なんかダメだったっぽい昨日のが。大丈夫さ、いなくなった、うん、なくなりました。でも今日マジでそれは良かったんだけどさ、マジで朝寝坊してさ、ガチやばかったんだよ、本当にやばくて飛び起きた飛び起きてびっくりした、本当にもう本当に終わりかと思ったよね、普通にガチで10分で家出たもん、本当に。しかも10分でベースメイクまで終わらせて行った、やばくない？え、珍しいと思ったりさ、も焦った、本当に。とりあえず10分で、もうね10分で何やるって思ったよ。まずさ、まず起きるじゃん、で携帯見るじゃん、時間、えってなるじゃん、やばいやばいみたいな。でまずもう顔洗うじゃん、普通にすぐで、まあ最悪ベースメイクとか、まあメイクはまあその何ついてからでもいいんだけど、でもなんかまたそのついもう起きてる時点で時間がないからさ、ついても時間ないんじゃないかみたいな思っちゃって、あーってなって、もうねほんとね飛び起きました、本当によかった、本当に間に合った。だから今日もさ、その目が痛かったらどうしようとか思ってたよね。でも何もか、もうそんなこと考えてなかった、時間ない時間ない、もう早く出なきゃっていう一心だった。ほんとよかった、マジ焦った、転ぶね、転びそうだった、ほんとに。そうだよ、それどころじゃない、考える暇すら。そう、でもとりあえずなんか昨日もそう、もうなんかまあそうね、昨日すぐあれから頑張って早く寝ようと思い、結局何時寝たかちょっと本当に覚えてないんだよね。なんか途中で寝たんだよね、なんかベッドで普通になんかゴロゴロして、全部終わってゴロゴロしてて、なんか気づいたらでも寝てて、なんか何時寝たかは本当覚えてないんだけど。そう、でも目覚ましはねかけてない、ないよ。だからもうほんと余計焦った、マジかかってなくて、あー焦った、普通に焦りました、マジ走った。寝坊すると一瞬と聞くと終わるよね。え、なんかほんとにまず何からやればいいんだろうってなるよね。起きてさ、なんか目覚まし止めるとかないじゃん、もうなってないから、何を一番にやるんだろうって思うよね。だから私何やったんだろう、一番顔を洗ったね一回顔を洗って、
マジ焦ったな、よかった間に合って本当よかった。優雅どころじゃないね、もうね。マジ焦った、普通に起きた。優雅どころかね、よかった、マジでね。焦ったな、普通に。よかったよ、中止とかで大ごと大ごと、本当に大ごと、もうそれだけはね、本当に大ごと。歯磨きと着替えを同時進行、どうやって、すごいね。こうやりながらこう着替えるってこと、すごっ、それはすごいね。でもなんか同時にできないかって思ったよ、今日起きた時に。何か同時にできないかなってすっごい思ったけど、無理だったね、何も同時にできなかったかも。とりあえず、あ、そう、テレビはつけた、すぐつけましたね、テレビは。そう、結構だから焦ったよ、普通に。ご飯とメイク、あー確かにパンとかだったらいけるかもね、まあ頑張れば。ご飯とか結構むずいね。テレビつけた、忘れ物しなかったよ。わかる、そう、テレビで時間確認したりする。予定時間より何分、結構だよ、普通に結構って感じ。どれくらいだろう、30分ぐらい寝坊だよ、マジで。マジ焦った、普通に。だから家を10分で出ないとね、間に合わなかったよね。そうなの、私いつもギリギリなんよ、本当に。どんな時でもそう、必須だよね、テレビはね。なんか一旦さ、テレビでさ、でもなんかテレビも何でもいいわけじゃないのよ、なんか一応なんか興味あるやつを見るっていう時間帯のに何やってんのって感じだけど、そう、スマホあるのにね、わかる。そう、でもそれはメイクしながら見るね。そう、絶対見て、ゆっくり見てる場合ないんだけど、音が流れてるだけ、普通に。普通に面白くない？朝目覚まし、で、それで待って、今日なんか番組なくない？と思ったら日曜日だったみたいなね、時もある。急いでてもとりあえず起きてね、わかる、めっちゃわかる、本当にね。ガチで焦った、本当にね、終わったかと思ったよ、もう終わり案件来たって思った、心で。あー、もう終わったなーって思いながら。そう、今日ね、そうだ、今日なのよ、日曜日。昨日はさ、なんか寝坊しなかったんだよね、さ、本当に。今日がね、やばかった、本当にやばかった、焦った、普通に。マジで飛び起き、飛び起きた、マジ飛び起きたよね、必死。ねえ、でもあんまり寝坊はほんとないんだよね。なんか目覚ましかけ忘れたなって思っても、なんか体感で起きたりするんだよ、そうっていう時がなんか結構あって。そう、行けましたよ。ゆうまるもお疲れ、みんなもお疲れだよ、本当に毎日さ頑張って。
アラーム寝る前に、アラーム鳴る前に起きる、あるある。あのね、私なんか不思議なんだよ、アラームが鳴るなって思った時に起きる時もある。あとはアラームかけて1回で起きる。1回で、しかもその1回の音を聞いて、なんかテレランピッみたいな感じ。そう、めっちゃ早いの、秒で消す。え、だからね、いつもね、なんかホテルとかでね、なんか2人部屋とかなったとするじゃん。でさ、それの時にさ、まあ基本さ、もうなんか決まってるんだよ、なんか誰と同じとか、なんか結構あって、みんななんかそれぞれね、そうあるんだけど、でなんか翔子と結構同じが多いんだけど、マジでその翔子の目覚ましがなんか大きいんだよ、もうめっちゃ大きくって、でその何個もかけるじゃん。でリサも一応怖いからかけとこうかなって思っていつもかけるんだよ。でもなんか絶対その私がかけるアラームよりも前の時間に翔子はかけてるのね。だから100起きるよね。そう、マジで。え、だから私アラームどれも1回で起きるかも。なんか自分のアラームでも1回で起きるけど、その翔子のアラームも1回で起きるかも。そう、マジで起きる。そう、でもなんかさすがに起きるけど、なんかめっちゃ早い時、なんか例えば5時台とか4時台とかに起きるとするじゃん。そしたらなんか怖い、さすがに怖い。急いでない時どれくらい？急いでない時、めっちゃゆっくりやるんだったら1時間ちょっとぐらい、髪も含めて。地方食いで正解してた時、あ、でもさ、あのアンナがさ、ショールーム結構毎日やってたりとかしてたりしてたから、でそのスペイベの日とかってさ、朝しかできないじゃんってなった時に、た時はアンナとか早かった、多分私より。うん、そうそう、優雅じゃないもんね全然。朝ごはんはね、お腹が空いてたりしたら食べたいって感じだけど、まあ朝はね、まああんまり結構食べなんかそんな食べなくてもいいかなって時が多いかも。何も予定ない時の朝、何も予定ない時の朝もなんか起きる。まあ起きるって言っても10時11時ぐらいに起きるかな、何もない時、休みだったら。起きてすぐお腹空いてる。あ、それは前の日の時間にもよるかも。前の日にめっちゃ早く食べ終わってたらお腹空いてるけど、結構遅めまで食べてたらもう全然マジお腹空かなくて、昼過ぎとかまでいける全然。で夕方ぐらいになったらなんかお腹空いたかなみたいになって食べるかな。いつもギリギリに起きてたのは、待って、わかんない、よりかなっていうと、アンナはだってショールーム出題したし、あ、でもね、うん、でもなんかみんな寝坊しそうになった時あって、なんかみんなっていうか、なんかみんながっていうかはそれぞれそれぞれね。え、だから私がなんかレッスンに行くときにみんな同じ時間なんだけどさ、私が寝坊した時があって、レッスンに行く日でめっちゃ焦って、そういう時は
あのびっくり飛び起きた。でもそれはみんなある、そうみんなあるわ。そう思ったらアンナもあった。行く時間なのに起きてた、起きてなくて寝てたとかね。そうそう、あったな。でもその時のね、もうねドキドキが止まらないんですよ。もうねびっくりだよ、遅刻したって気持ち。助け合い本当に。そうだから早起きの時とかはね逆に良かったなって思うね。一緒に住んでた時はみんなで結構まあ起こし合いっていうのはないけど、でも結構さ、そのもし何分までに起きてなかったら起こしてとか言えたし、そうそう4時5時起きとかの時はね、もうなんか今とかもなんかそういうのないじゃん。だからさ気合だよね、普通にもう自分次第本当に。そうそうマジであってね、懐かしいよね。でもまあ遅刻はないかな、まだ今のところ。仲良くていいねえ、仲良くいいよ、すっごいお互い。だってさ一日中一緒にいて帰っても一緒なわけじゃん。それなのにさずっとさ全然話したりさしてたしさ、なんかなんならさ同じベッドでさ隣とかなのにだよ、同じそのフロアにいんのに一緒に寝たりもしてたりさして、そうすごいよね。今日ちょっと会ったのにとか。自分も一人暮らしで気合いだよねマジでさ、一人やと気合いだよねマジで。誰もさ起こさないから仲良くてほっこり。でもそうだよ、家族よりもそう、マジで家族以上に合ってる、合ってるし、もうすごいよね本当に。うん、気合が大事だよなって。早い時はね本当に朝早かったりすると一番もうやばいけど、それ以外はね全然大丈夫。うん、私なんかやっぱ一緒に帰れたりもしたしさ、怖いとかもなかったかな。うん、だから本当になんか一人ってマジでさなんか自立 しなきゃってなるよね普通に。なんかいろいろまあご飯もあれだけど、なんか普通にもう朝早いのがもう一番緊張はするね、早起きするの。あまりに早い時間だと、うん、とか時間の見間違いとかね、そうすると本当に結構やばいなってなる。そうそう、そうだからたまに思うよ、次の日がめっちゃ早かったりしたら誰かの家に行こうかなとか思ったりする。たまに起きれなかったらどうしようとかたまに思うし、誰かの家に行こうかな。はい、うん、ね、そう誰かの家に行こうかなってなるよね。でもあんこちゃんこの間はねお誕生日の日あんこちゃんが来るって言ってくれて、そうあんこちゃんのとこに行ったんだけどそうそう、でも楽しいよねなんかお泊まりみたいな感じでね。明日はね早くはない、うん、そう寝坊する夢、寝坊する夢
寝坊する夢はあんまないかも。そうないかな。でも緊張するマジで早起き。なんか本当に早い時が一番緊張するね。めっちゃ早い時。明日イコラフだね。あ、そうじゃん、イコラフぜひ。またツイートするね。ツイートポストするね。自炊はね頑張る。ミノール、こんばんは。こんばんは。頑張るよ自炊。気合い。でも自炊はなんかそれこそなんかもうさ、ネットでさなんか出るじゃんし、なんか作り方とかだから、そのそれを見るやん。したらね意外といける。そうだよ朝早す。でもねあったマジで。ひろみんくまありがとう。そうあったよ。それこそみんなで住んでた時もめっちゃ早くって、例えば次の日がもうめっちゃ早かった時、もうマジでその激早な時で、オールするっての話をしたこともある。みんなでオールするって言ってた時もあったけど、でも結局なんかそのめっちゃ早い時とかってさ、なんか一日長かったりするんだよ。でもさそうなるとね、やっぱり夜が眠くなるやん。だよねってなって、だったらまあ1時間でも2時間でもまあちょっと寝た方がいいかもねみたいになって寝るとかあった。そうは、なんか昼までとかやとまあだけど、だいたいその早起き、めっちゃ早起きの時って長いんだよね一日。だいたい夜まであるから、夜まであるとマジでその本当にその途中でもうマジギブアップくる。もう本当に眠ってなっちゃうから。でも移動は割と寝るかも。リサ、あのバスとかは寝るかな。意外とみんなで移動してる時とかなんか寝るっていうか、なんか気づいたらね寝てる。動画とか見てたりとかしてもなんか寝るかも。そうなんだよね。楽屋で寝ない、寝ないね。あんま寝ないかも。そうなんか楽屋とかでさ寝ちゃうとさ、なんか本当にさ終わるんだよね顔。なんかすっごい、そう、それがねちょっと悩みっていうか、なんかそうなるんだろうなとか思っちゃって、なんか寝れないかも。でもなんかバスとかはね起きてる。あ、寝てる。バスとかの移動はね謎に。うん、そうそうそうなんですよね。そうだから MV とかさ、結構それこそ一人のシーンを撮りますが、あとめっちゃ開くわけよ、なんか休憩眺めみたいな。そこで結構みんな仮眠を取ったり、なんかみんな自由時間とかでちょっと寝たりとか、まあ、どっか行くとかあんまないけどみんな。でもなんかそこで寝るとさ、それで終わりだったらいいんだけど、その後なんか自分のシーンとかになるとさ、マジで顔がもうなんか多分もうこうなんか眠い顔みたいななっちゃうんだよね。早朝に八王子まで行った日、あの時はね、それが終わってからは、あ、寝てないかも。寝てない。一回帰ったんだよね、でも家に。家に帰って寝ればよかったんだけど、なんか全然時間あったし。だけど結局寝なくてちょっと早めに美容室に行って前髪切っていった。寝てないかも確かに。その時用紙を切れるのしんどい。懐かしくない？なんかもう懐かしいよね。やばいじゃん今日終わる。ちょっと待って、もう間もなくじゃん。あれをしようね。
無限時計。私夜型かも。夜型っちゃ夜型かもね。朝型ではなさそうだな。無限時計。リサの喋る声、歌声より低くて好き。あ、そう、低いリサ。なんかね、リサ地声低い。そうなんですよ、低いんだよ私。高めではないかも。お時間になった。本当だ。じゃあランキング見ましょう。13位ジュキ、12位タッカー、11位レグルス、10位お米、9位魔法瓶、8位ガクトントン、7位ゼクシーオイル、6位新一、5位ヒロミン、4位トメゾウ、3位ザマイちゃん、2位アキララ、1位がパンダのリュウでした。ありがとうね、パンダのリュウも。どう、飲みすぎてないかな、飲みすぎてないかな。ということで、見てくださってありがとうございました。あ、大丈夫。あ、よかった、大丈夫だってさ。みんなも明日も生きようね。明日も眠い？みんな今日もゆっくり休んで。明日からお仕事の方とか、明日から学校の方とかいっぱいいると思うけど、リサもね頑張りたいと思います。明日もみんなも一緒に頑張ろうね。今日はというかお話し会2日間ありがとうございました。またちょっと浴衣の写真と、昨日の私服はまた写真を改めて載せます。とりあえずツイッターとインスタ1枚ずつ載せたので見てみてください。明日はね、イコラフもあるので、イコラフはまたお知らせします。ということで見てくださってありがとうございました。皆さんおやすみなさい。おやすみ。またね。バイバーイ。